どうも、飯田アリコです。サーキットヘタレーサーが暴れてみた第27弾、今回はモダン B というのをやっていこうと思います。まあ、前回まではご存知の通り、このモダン B のまあちょっと腕試しみたいなイベントやってたんですね。で、今回からいよいよ本番と。で、このシングルエクハビションズって呼ぶかな。まあ毎度のことながら英語がちょっと苦手なんでちょっと雑ですが、まあこういうのやっていこうと思います。で、もちろん乗る車両は前回購入し、前々回ですね失礼しました、前々回購入した、インプレッサー乗っていこうと思います。さて、まあ皆様方のコメントちょっと溜まってきているんで、まあ返していこうと思います。なんか稀に見る、よく稀に見る良いドッグファイトですねって前々回のことですね。あの3ロータリーエンジンを搭載した86。いや、本当ドッグファイトになってるか分かんないですけど、まあ結構白熱したバトルだったのは記憶にあります。よしよし、プレッサーかっこいいですね、インプレッサー、たまにね、インプレッサー見るんですけど、うっとりしますよ、あのかっこいいさ。うっつうか、なんか前の車、あっ、あかん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 、落ち着こう。つうか、前の車なんか明らかにクラスがまあ前のやつらに比べたらこっちは随分と軽量ですからね。それを武器に戦っていかないと。よーし、コウモリに追いついた。残るは前のわけのわからんやつを。うっ、危ない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 。よーし、ここでこっか、なんか突き倒したけどね。よう勝てばいいのさ。開き直っておきましょう。まあなんとか1位にはなりましたね。思ったより大したことなかったな。まあまだ序盤ですからね、 B クラス。まあこれからどうなるか分かった部分じゃないんですが、特に私のコーナリングが見ての通りあまりにもひどいんで、いつ抜かれてもおかしくないと。だから集中して頑張らないと。このスキルいいね、プシュルって。いや、もうさすが、チューニングカーっていったらここでしょうか。よーし、このままグリーンラップ狙うか。ちょっとブレーキングポイントが、早め早めのブレーキングが必要ですね。必要っていうか重要ですね。何間違えてんだろう。まあそんなことはさておき、とにかく後ろのやつらに抜かれないように努力しなければ。さっきはアクセル抜くだけでも勝ったかもしれません。相変わらずの広さ。ここはちゃんと止まらないと。お、一応、1位として、まあ頑張って1周リードしたんでなんかもらえましたね。が、まあ今までうまくいったからといってね、まだ一周残ってますからね。勝負は最後までわからない。だからそれを肝に銘じて頑張っていこうと思います。しかしこの車かっこいいね。こういう車乗ってみたいですね。まあ今乗ってるジムエイターも本当捨てがたいですけどね。あの車に関しては10年、20年、30年、まあ、乗ってやろうかなと思ってるんですね。なんか結構気に入ってる車なんでね。それにジムニー自体結構丈夫なんで、まあ、末永くの付き合いそうな車かなって。実際、まあ、JB23 ではないですが、1個前のジムニーってまだ、2ストローク時代のジムニーって結構残ってますからね。確か2ストロークのジムに行って、もう今からなんだかんだ30年近く前の車なんですね。私より年上なんです。そんなジムニーがまだ走ってる、元気に走ってるんですよ。おっと、なんかちょっとない、勝てばいいのさ。このヘアピンが、それにまあ
やっぱラダーフレームですからね、結構丈夫な、まあ、そこのとこがもう、なんか個人的にはね、フレーム外ガンまで、乗ってあげようかなって、まあ、自分自身結構収集不正があるんで、なかなかね、物が捨てられない性格なんですね。まあ、それゆえになんかちょっと乗り換えるのがもったいないなって言ったら、まあ、もちろん鈴木さんがいいジムに出してくれたらね、買うかもしれませんけど。よし、なんだかクリア。しかも9000ドルだね、結構美味しいね。さて、次は一応 3つレースあるみたいですね。で、次はこのドバイかな、あのお金持ちの国ですね。まあさて、シルエットフォーミュラーとか好きだねってご意見がございました。そうですよね。まあちょっと間違えると暴走族みたいな感じですが、つうかまああの時代の暴走族、まあシルエットフォーミュラーに影響されてできたんが、まあできたんっていうのはおかしいけど、影響されてますよね、少なからず。しかし、なんかレースいいね、なんかちょっと眩しいけど、それがまたいい。おかげでなんかフレームレーターがえらいことになってますけど、だいたい36ぐらい。美しいのはいいけど重すぎるから、なんかマッチなグラフィックカード欲しいですね。特にニールフォースピードザーラインになるともっと要求ステック上がっちゃうみたいなんで。しかしラデオン側から出てるのは H6970 が現時点で最高ですからね。6990はあれは初戦は6970のねチップを2つ乗せただけなんで、あれはちょっと最上位という分にはやや疑問点が、まあ、それにクロス、まあ、チップ2つ乗せてってことなんで、まあ、一応内部クロスファイアなんですね、あれ。だからゲームによっては6970のが早いってこともあるんです。だからね、あんまり興味がない。高いですしね。まあ仕方ないけど。よし。今回のレースは比較的簡単ですね。まあ最も今回はですから。しかし、いいね、この景色。摩天楼を望みながら夕焼けの中走り抜ける。ちょっとガッ。かなりミスった。これ絶対マルチプレートとかだったら俺毎回最下位だろうね。自分基本マルチプレートとかやらないんですけどね、まあテストドライブアンリミテッド2とかでたまにイエスとかやるんですけどね、やっぱドンケツになっちゃうんですね。まあ私そんなに上手くないですから、どっちかというと車見て楽しむようなもんだと前言うたかな。まあそんな人間ですから、そんな人間がレスゲーに手出すからこうなるわけで、まあそれはそれで面白いんですけどね。前々から言ってますけど、チフト2はこのフィーリングが結構好きなんで。よし、なんクリーンラップではなかったか。まあとりあえずリードラップで行けたんで6秒ぐらい速くなってる、まあ、着実に上手くなってるみたいですね。まあいいことですね。さて、毎回食べ物に例えるんだね、パスタとかフランクフルートとかうどんとか。いやーだってね、食べ物が例えやすいじゃないですかね。まあ他に考えるもんあるでしょうか。まあそもそも私自身がうどん県に住んでるせいかもしれませんけどね、やっぱ香川県はね、うどん以外形容しづらいわけですが、確かにいろんなね特産物あるのは知ってますよ。バサンボートとかハマチとかオリーブとか、あとコトデンとかね。コトデンは特産物じゃねえわ、有名だけど。あとコンピラさんも特産物ではない、ね、ただやっぱだからといってみんなコンピラさんとか聞いてえってなっちゃうと思いますしね、まあ、私自身も。まあ仮に香川県を紹介するのであれば、うどん以外はあまり言いません。そっか、うどん以外って何が通じるんか。まああとは渇水ぐらいかな。渇水もうどんの一部かもしれませんけどね。まあよくうどんの茹ですぎで渇水になるとね、大寝ますからね。
まあ合戦の時もうどん食べますけど、ちょっと隣の県には申し訳ないですが、よし、なんとか勝てましたね。がフレンドの中では最下位だな。まあ仕方ないね。そっか、他の人はケーターハムとかに乗ってるんだね。じゃあ最後はいよいよ上海ですね。上海は別のレースらしたことありますけど、なんか見た感じ気力とか残ってませんね。つうかなんかすんげえめんどくさそうなコースだなこれ。まあ景色は良さそうですけどね。あのスタイルに86という名を付けるのはやめてほしい。最大の侮辱だよ。 FT86 のことですね。まあ私 FT86 自体はいい車だと思っていますが、確かにあれ86と呼ぶにはちょっと厳しいとこあるんじゃないかなって。確かに、うっとってうわっ、危ない、うわっ、マジ見えるわ。まあでもなんか、えっ、横から来る、危ない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 。怖いね。まあそれがまた面白いと思うんですけど、ね、このスリル満点なところが。ちょっと3速はきつかったね。さっき2速まで落とすべき。おっ、どどよし、なんとかうまいこと着地できましたね。まあ FT86 のことについてですけどね、まあでも私はね、トヨタが、まあ、FR スポーツカーを出すようになったのはいい傾向だと思います。まあ、一時期、まあ、日本向けだけですけどスポーツカーが一切ないということもありましたからね。まあ、確かにスポーツカーはあまり売れるわけじゃないんで、まあ、なくしてもしまっても、まあ、利益上問題ないんじゃないかもしれませんね。でもやっぱそればっかじゃちょっとつまらないですし、やっぱ個人的にね、車はね、便利なだけのね、移動用具になっちゃ困るんですね。まあ田舎だったらそれでいいんですよ。都会がどうなのかと、まあ私自身田舎者なのでちょっとこれの見識もおかしいとは思うんですけど、でも田舎、なんか都会って結構いろんな交通手段ありますよ。田舎なんてもうバスとか電車とかあんまりないんでね、どうしても車乗らざるを得ないんですけど、ずいぶん前に、大阪とか行ったことありますけど、もう電車とかあればどうにでもなりますからね。まあそういう場ではやっぱ車というのは非常に不便そうに見えるわけで、だって高松市の中心部でさえ結構車邪魔ですからね。そうなった時に単なる便利な移動用具である車は必要とされるかというと、私はノーと思います。やっぱ不便な、やっぱ合理的に考えていくと不便なものはどんどん排除される運命じゃないかなっていうのが。もちろん便利じゃない道具っていうのもあれですけどね、ただ便利なだけに集結してしまったらちょっと悲しいなっていうのは。まあ、ここのあたりは人それぞれの考え方によりますんで、何とも言えないと言われますけどね。でも全部が全部とは言いませんけど、少しでもいいから趣向性の高い車残してくれないかなっていうのが私の願いです。多分もうこれもう結構車が溢れ返ってる世の中ですからね。これから車が活躍するんであれば、そういう趣味性の高いもんじゃないかなっていうのは。まあ、ただ一つの、まあ単なる車オタクの一つの戯言みたいなもんなんで、まあこれが正しいとは思ってませんけど、でも1台や2台、まあ夢のある車あってもいいんじゃないかなって。もうそれもちょっと手伸ばせば届きそうなのね。まあ一応トヨタにもスーパースポーツはありますけどね、 LFA という。ただあれ全然届きませんからね。 ISF もありますけど、あれもちょっと高いですし、まあターゲットがターゲットなんで仕方ないとは思ってますが、まあだからこそ FT86 みたいなのはいいんじゃないかな。でもなんかやや高い気も否めないですが。アメイジング
よし、なんとか色々とトラブルありましたけど、まあ無事勝てたことですし、いいでしょう。さーて、無事3つともレースは終わりました。さて、レースはこのぐらいにしまして、まあ久々に車でも買いましょうかね。まあこのゲームはもう車のカスタマイズも含めて、まあ、楽しいものだと思っていますんで、さーて何しようかな。今まで日本車ばっかりだったんでね、そろそろ外車も行きたいなっていうのもありますけど、アストンマーチンか。とあるイギリスの番組の司会者が大好きな車ですね。まさに紳士が乗る車が、まあ、他のも非常に気になりますね。どうしようかな。アウディ RS4 も私は大好きですし、迷うな。ここはあえて BMW にするか。そうや、アメ車乗りたいね俺。そうだね、どうしようかな。とりあえずアメ車乗ろうかなと思います。よし、カマロにしよう。じゃあこれ買おうかなと思います。で、なわけで、はい、お待たせしました。まあ相変わらずの典型的な感じですが、まあしかしこの車すごいですね。ちょこちょこっといじっただけでも威圧感が半端ないです。まあさすがアメ車といったところでしょうか。マフラーもサイド部分にありますし、いやー、ほんとこのマッチョな感じがたまらない。ちなみにチューニング内容に関しては、まあ大体というか、フルチューンにしました。まあワークスまで持ってきたかったんですが、それすると A クラスになっちゃうんでまあ大体この辺りかなーって。いやー、しかしまあつくづく思いますが、すごいガチムチですね。ちなみにエンジンスワップもしまして、レース用のコルベットのエンジン乗せてるんですね。いや、ほんと、どんなパフォーマンス見せてくれるのか、ほんと楽しみな車です。まあ、ざっとこんなところでしょうか。はい。では、グダグダでしたが、最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回にてお会いしましょう。